まずどんな人生を送りたいか、どういう人でいたいかっていうのをざっくりとって、でそういう人はどういう生活をしているのか、どういうことを考えているのかっていうのを本を読んだり、日々感じていると思います。私はチーフセラピストでいいやってずっと思ってたんです。だけどチーフセラピストの研修があるんですけど、そこに行った時に当時の初代スーパーグランドマスターの方がいて、でその方にお会いして、今まで思っていたグランドマスターの方のイメージとは違って、アナウンサーみたいな、女子アナみたいな感じの方を思い浮かべていたんですけど、その方はすごくかっこいい、なんて言ったらいいのかな、やんちゃな人なんて言うんやろ、その私は女子アナのような感じではないから目指しやすいと言いますか私もなりたいなってその人に出会って思えたんですよね。なのでそこで目標、高い目標を立てたんです。チーフでいいやっていうちょっと消極的な目標ではなく、全国で5000人の中で10人とか13人しかいてないような職員を目指すっていう目標をまず立てて、でそのためにはそういう人ってどんな人なんだ、で会いに行って施術も受けてお話しさせていただいて、で自分と比べて自分はどういうところが足りない、でも自分はこういう強さ良さがあるっていうところを全面的に出して、自分らしくトップに行きたいって思ってやってきましたね余裕を持つこと、余裕のある本当に優しくなれる人になりたいなと思って、かっこいい余裕のある大人になりたいですという立場なので、こういう風に決定しましたって決定事項だけが来た時に、なぜそういう考えに至ったんだろうとか、なぜそういう決断に至ったんだろうっていうことが分からなかった時に、ん？って思う時があったりするので、それをなくすために、社長はきっとこういうことを考えて、だからこうこうこうなっていったんだなとかを考えたり、あとは私は社長のことを尊敬しているので、夢は大きくなんですけど、社長みたいな人になりたいっていうのはあるんですね。なので例えば自分がどういう風にしていきたいか、こういう時どうしようって悩んだ時に、社長だったらどうするだろうなとか、社長に相談するとどういった返事が返ってくるだろうなっていうのを想像して、物事を考えたりするようにしています。私は社長のことを想像するっていうことなんですけど、皆さんに置き換えられることといいものなら、お店で一緒に働いている店長さん、これから一緒に働く店長さんですね、その方がもしこうしてくださいっておっしゃった時に、なんでそんなこと言うんだろうって思った時に、きちんと店長なぜそういうことを言ったんですかって聞いてみる、そしてその考えをちゃんと理解しようとする、その繰り返しで関係性ができていって強いチームになるので、わからないことは聞くをすごく徹底していただけると、店長の立場としてはすごく助かります。なんでなんだろう、お店の周りに今日は何かあるのかな、今日はイベントがあるのかなとか、今日はすごく人が少ないな、なんでだろう、雨だからかなとか、そういう要因をたくさん考えることで、大体のいろんな動きが分析できると言いますか、なんか本当はすごく感覚派だし、分析なんてあまりしないタイプなんですけど、自分を知るためには人から見られている自分と自分が思う自分全然印象が違ったりするので、分析はやっぱりしておいた方がよくって、ほとんどの方が自分を知らないことが多いと思うんですよ。なので自分をまず知る、そのために分析をするという癖をつけるために、なぜなぜなぜこれはなぜこうなんだろう、なぜなんだろうっていうのを常に考えるっていう習慣にしています。そうですね、いろいろ
そうだし、人のこともそう。もちろん私が店長という立場なので、お店の子がなぜこう言ったんだろう、なぜこういう行動したんだろう、なぜこんな顔してるんだろうっていうのも全部やっぱり察知して接していってあげないといけないので、常になぜなぜって思っているから頭フル回転でしんどいです。そう、みんなに言われる。え、なんでなん、え、なんでなん、そうそう、なんでなん、なんでそんな、え、なんなん、なんでなん、そう。めっちゃ言ってる。でも毎日100回は聞きますね。確かに、口癖。今も今も変わらず今も。結構なんかこんな感じなんです。かっこいい。情熱